During this time you marry? はい、私はその時は、アメリカ人の、旦那がいたんですけども、その人とは大学の時に知り合って、で、まあ比較的いい結婚で、で、まあかっこよくて、かっこいい旦那さんだったんですけども、でもその時にですね、やはり、でも彼は、ムスリム、イスラムには全く興味を示さなかったので、私としてはやはり、なんていうんですか、ここで違う道を選ばなきゃいけないなと思って、彼、旦那さんとは別れました。彼にも導きがあることを私は願いたいんですけども、それは彼の選択なので、私は私の道を歩み始めました。 What happened from now? What happened? What? Meaning now you get, you are married? Yeah. You embrace Islam? What happened? ですね、And what is the decision? Why you do it? Did you continue your marriage? Why? Why not? Why? ですね、離婚したのは、私がもしムスリムでなかったらとても辛いことだったと思います。でも私には、違う理解が、あったので、全く楽って言っちゃいけないんですけども、すんなりできました。なんでかっていうと、これからの私の一つ一つの選択は、ですね、なんていうか、難しいです。Stuck. Okay. Why you make this decision? Why you make the decision to split from your marriage? Yeah. Okay. 私は、人間として生命を与えられて、私はそこで神様という存在を認識しました。で、神様は私を、私の、なんていうんですか、私の生命を握っているのは神様なんだなということを、分かったので、何て言うんですか、とにかくイスラムでは、神様が、人間にしてほしいこと、のですね、導きがあるんです。こういうことをしてはいいし、こういうことをしてはいけないというふうに。だから その時点で私は、私が思うには、私の人生はすごい楽になって、単純になりました。というのは、今までは本当に目的がなくて、ああでもないこうでもないと思いながら生きていたんですけど、でやっぱり人間として幸せになりたいと思って幸せを求めていました。で、イスラムで言うのは、幸せはこの世では求められないというのが現実です。なぜかというと、この世のものは例外なく何もかもが、去ってしまうことだということを、もう神様がもう定められたことなんですね。自分ももちろん死んでいくし、家族も死んでいくし、その中で幸福を求めようとすれば、いや、それは、幻なんです。で、神様は、この世は、この世のあなたの人生は、テスト場なんですと、あなたは試されているんですというふうに、おっしゃいました。で、あなたの幸福はあの世に、死んでから、あの世に、本当の幸福、本当の行き先があるんだということを私たちに告げていらっしゃいます。で、その時に私は、なんていうか、解放感ですねと、解放感を味わいました。とにかく私も30年間
イスラムに入ったのは30歳の時だったんですけど、まあ、30年間、幸せを探し求めていました。でもどこにも見つかりませんでした。でも、神様は、あなた次第で、あなたの生き方次第で、素晴らしい幸せが手に入りますよとおっしゃっています。私はそれは、信じています。 What is the effect of this decision on you? Positive or negative? And why? それイスラムに入って、とにかく私は自由になりました。なんでかというと、私の将来は本当に自分の手にあるからです。どこの大学に行ったとか、どういう会社に入ったとかではなくて、自分の行いですね、自分の行いに全てがかかっているので、努力のしがいがあって、だから毎日、なんていうか充実して生きていけるようになりました。After that, I heard you change your mind and the way you think about life, and you want to develop yourself, and you want to gain the knowledge of Islam, and you want to develop good quality. How you pursued through that? What happened to you? Give me a brief about your journey. イスラムというのはとても奥が深くて、知れば知るほど人生を理解できます。でも知識がないと理解力に限度があるので、私はとにかくいろんなとこに行って、イスラムを学びたいといろんなとこに行きました。だけど、残念ながら発見したことは、本当のイスラム、本当の本来のイスラムの教えは、すごく、なんて言うんですか、残念ながら、あまり見当たりませんでした。だから私が前思っていたように、ムスリムとかイスラムっていうのは悪いイメージがあったんですけど、それは、現実でした。私たちムスリム、今のムスリムには、マナーがなっていない、礼儀が全くないです。でイスラムの教えに反したことばかりやっています。なので皆さんがイスラムなんてけって思うのはしょうがないと本当に思います。私もそう思います。で、余談なんですけども、よくムスリムの国の人が日本に行くと、日本人の礼儀正しさのと清らかさにすごい感動して、この人たちこそがムスリムの鏡だとよく言うそうです。私もよくそういう話を耳にします。でも日本の人に欠けているのは、神の唯一性を悟った心だけなんだそうです。で、 After that you develop yourself and you start having different golden life and finally you find a manYou like, and you get married, and you have kids. Tell us about that. And why? Why you choose this man? What you saw in him? 私は今再婚したんですけども、彼はシリアからの人です。で、彼もムスリムなんですけども、彼はですね、旦那さんとしてとても尊敬できる人です。で、ムスリムとしても私は本当に、尊敬できる人です。なんでかっていうと、すごい単純なことなんですけども、いつも神様に感謝して生きている人だからです。で、神様は私たちに要求しているのは感謝をすることと我慢をすることなんですね。神様いろいろ私たちにいいことをお与えになって、その時には感謝をします。例えば美味しいものを食べた時に感謝したり、いいことがあったら神様に感謝して、で、辛いことがあったら我慢をするんですね。神様は私たちの限度を知っていらっしゃるので、我慢ちょっとすれば、抜け道を
抜け道を出してくださるそうなんです。それを信じて、私の主人はそれを とても心から信じているので、とてもなんていうんですか、リラックスした人です。何にも動じません。で、前の旦那と比べ、とにかくですね、彼も私の主人も、私とゴールですね、目的地が一緒なので一緒に、スムーズに歩んでいける結婚生活で、ハンブリガーというんですけども、神様に、感謝をしています。私は